教えて川辺健太郎先輩。川辺さんこんにちは。こんにちは。青山学院大学3年総合文化政策学部の川辺美希と申します。私は現在就活をしていて、川辺さんに働くとはということについてお聞きしたいと思っています。まあ、それはいくつかこうレイヤーってよく言いますけど、うん、層がありますよね。一個はその自分が生きるため、家族を養うため、に働いてるっていうのはものすごい大事な、そこのモチベーションなくして働くっていうのはなかなか成り立たないんじゃないかなっていうふうに思います。でその上で会ってったり、楽しい仕事ができれば、人生が充実してくるものでもあると思います。なぜならば、その自分の人生を円グラフにした時に費やしてる時間の割合を出した時に、おそらくかなり、の割合を仕事が占めてるはずですから、そこが楽しかったら合ってるなっていうのは人生を充実させるものになる。でその上でやってる仕事を通じて、自分以外の他の人たちの何かの役に立つ、幸せに貢献できるみたいなことができたら、これはもう最高ですよね。で私自身はそのインターネットのサービス産業にずっと25年携わっていて、これが、楽しくてたまらないですし、やめられないし充実感を持っているのはまさにその3層目ですよね。人に対しての貢献がものすごくダイレクトにできる。これ今こうやって取材を受けているのはズーム社のズームですけども、こんなもんなかったら、こんなコロナの時に皆さんの取材に応じるのもできないわけですよね。ですから、生きるためでもあるし、自分の楽しみでもあるし、人のために貢献できるという、この3つぐらいの層が積み重なっているのが仕事だと思えばいいし、自分はそのどの層にモチベーションを持ってやろうとか、どの層を大事にしようとこういうふうに思うかっていうのは、その人次第なので、あんまり別にその、こうじゃなきゃいけないっていうのはないと思っておけばいいと思います。自分のやりがいを持った仕事をなんか見つけたいなって私もすごく思いました。いろんな、仕事を経験してみたり、あるいはその何度か転職してみたり、あるいは自分で起業するってももちろんいいと思いますけども、そうやっていく間にいつかは出会えると思うので、ぜひぜひそんなに急がないで、チャレンジしていけばいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。本日ありがとうございました。国際政治経済学部4年の山本真奈美と申します。よろしくお願いします。私は祖母が日本料理屋さんを経営していまして、小さい頃にはその会社を経営したいなというふうに小さい頃思っていました。川辺さんには今日はその、CEO ですとか社長の方はどういうことをしているのかということを伺いたいと思っています。はい、CEO であったり社長あるいは経営者というものは全部一緒で、意思決定をしてますね。でこの意思決定というのは皆さんもしてると思うんですよね。日々生活していく中で、まさに今日は何着ていこうとか、あるいは今日何食べよう、あるいは今日宿題をどの程度やろう。で会社も全く一緒で、法人って言われるぐらいですから、その会社が、その成長していくためにはどんどんいろんなことを決めていかなきゃいけないわけですよね。でその時に、いわゆるその社長なり経営者取締役会というのが、意思を決定している。その意思決定をするのってなんか面白いですか？服選んで、自分で決めて、で外出かけて、楽しかったり楽しくなかったりしますかって言われれば、それは楽しいですよね。人に決められるよりは。そうですね。たまにしくったなって思うこともありますけど、いわゆるその決算発表っていう形で、年に一遍その下意思決定がどうだったのかっていうのは評価されますので、張り合いもあるし、一方で、選んだ服でしくじったなっていうのも同じように、これは失敗したなとか試験から批判されたりすることも、あります、だけどその両方を含めて、やはりやりがいがあるなとこういうのが社長業あるいは経営者の仕事です。これから自分が目指していきたいなと思っているようなビジョンがあったらお伺いしたいです。
この25年はインターネットが世の中に出てきて、どんどんあの世の中を便利にしていって、で多くの人が使うことによって、あの莫大なデータがあの蓄積されることになりました。でその今度はそのデータを駆使して、まあ、そのインターネットが AI にあの進化していくと思うんですよね。まあ、そういうものを発明して提供したのがあの Z ホールディングス社だよねとか、そういうふうになっていけるといいなと思ってます。川辺さんがもし自分が電気に乗るとしたら、どういうコメントを残したいですか？まあ、まずそのエジソンとかワットの時代っていうのは、はい、まあ、まだその科学技術がそこまで発達してなかったので、はい、まあ、まさに個人ですよね。個人でできるレベルだったと思います、はい、でそれが今やあの非常に発達したり大規模化していくことによって、あの集団で、作業としては行うものになったので、ですから、まあそういう観点で言うと、その個人の電気というか、そのチームの何かそういうね、あの表現とかが将来あのできればいいなと思ってますし、あのその時に何か書かれとしたら、まあ、私のモットーはあの以前から申し上げてるんですけども、はい、おもろい仲間とおもろいことという、はい、そのモットーなんですよね。これはまあまさに青学によって育まれたモットーかなと、こういうように思ってますので、はい、あのそういうモットーを信条を持っている人が、まあ、世の中AI 時代の扉をあの開いたと、はい、こういうふうに後に評価されると、まあ、あの人生やったかいもあったもんだなっていう感じです、はい、おもろい仲間とおもろいこと、なんでしょう、川辺さんの、うん、価値観の言葉なんだなというふうに強く思いました。はい、はい、まあ、はい、青学の人は青学にちゃんと通って、それなりに青学の空気をつければ、はい、みんなおのずと多分狭いはずですから、はい、あの皆さんもぜひあのおもろいことをおもろい仲間とやってもらえればなと思います。はい、ありがとうございました。はい。